ノーマルアクセルとポータルアクセルの比較ポータルアクセル構造のスケッチキューベルワーゲンのハブリダクション内ギア構造ハブリダクションもしくはリダクションハブとは主に自動車のドライブトレインに用いられる減速方式の一つである。通常のレイアウトに比べホイールハブ中心の髪型に車軸とデフケースを配置することが可能でより高い最低地上高を獲得することを可能にする工学技術である。 固定車軸にハブリダクションシステムを組み込んだものをポータルアクスルと呼び、ハブリダクションは本来ポータルアクスルに用いられる原則ギアを内蔵したホイールハブのみを指していたのだが、日本ではこの構造自体をハブリダクションと呼ぶことが多い。ボルトオンポータルを装着したランドローバーディフェンダーまたボルトオンポータルあるいはドロップボックスと呼ばれる。 後付け型のハブリダクションも一部車種で採用されている。これは、既存車種の車軸のホイール側の端に取り付けることができるギアハウジングで、既存車両の動力伝達装置を変更することなく、ポータルアクスル化できる。ハブリダクションを採用すると、ハブ自体に減速機構を持たせることも可能となり、同じ最終減速比でもデファレンシャルギアの減速比や、許容トルク容量を小さく抑え、 デフケースをより小型化でき、さらに多くの最低地上高を稼ぐことが可能ともなる。逆に、より大型のデファレンシャルギアを用意することで、より強力な駆動力を持たせることも可能となる。また、ホイールインモーターを備える、電気自動車でもホイール内に優勢歯車による減速器を内蔵する例がある。他に、一部の重機でも優勢歯車による類似の機構を備える例がある。 欠点としては、下記のような点が挙げられる。結果的に高価なシステムとなるため、市販車両に採用される例は、極めて少ない。ハブリダクションが採用されている車種は、以下の通りである。その性質上、軍用車両が圧倒的に多い。エルグ・チェビー砂漠でのメルセデス・ベンツ・にもモまた、ハブリダクションは、低床路面電車や、ノンステップバスにも使用されている。 これらの場合は、オフロード向けとは異なり、床高さを低くすることでのバリアフリー化が目的であり、ホイールハブ中心の下方にドライブシャフトを置く形で設計される。これらは、インバートポータルアクスルとも呼ばれる。ありがとうございます。